こんにちは、カプリショーです。今回は6つのユニットで作ったパズルのようなボールを作っていきたいと思います。これは1つずつこんな感じで取れてしまうんですけれども、これを今日は作っていきたいと思います。では早速作っていきます。15cm×15cm の折り紙を使っています。三角に折ります。ひっくり返して中心に合わせて折っていきます。開いて、ここをですね、ここに合わせるようにして折ります。ここの線を合わせてください。そうしたらこのラインに合わせてこちらを折っていきます。一度開いて、今度はこのラインのここをここに持ってきます。ここが合うようにして、こちらをここに合わせて折っていきます。一度開いて、このラインを折り返してこのラインで折っていきます。これをここに持っていきます。一度開いてくるっと回してこのラインでこのラインで、ここに持ってきます。一度開きます。このラインで上に持ってきたら、このラインで、このラインで谷折りにして三角形に合うように折ってください。こちらも同じように、こちらも同じように折っていきます。開いて、半分に折ったら2本の線があります。まずは外側を折って、内
内側の線を折っていきます。外側に合わせて上に折り上げて、ここを折ります。そうしたらくるっと回して、この線に合わせて折ってください。こちらも外側を折って、内側のラインを折り線の通りに折って、外側に合わせて上に折ったら、ここを折ってくるっと回して、この線で このように折ってください。一度開いて、そうしたらここからここを結ぶ線、こちらもここからここを結ぶ線、ここで折っていきます。そうしたらこの線とこの、そうしたらこの線とこの線を谷折りにしていきます。この線とこの線を谷折りにしていきます。この線で山折りにして、まずは半分にします。この線で山折りにして、中を開いて折り線の通りに折ってください。折り目がついているので折り目の通りに折ってください。同じように折り目の通りに折っていきます。そうしたら、
ちらを下にして、こちらもこの中に入るように重ねて、折り筋の通りに形を整えていきます。これで一つのブロックが出来上がりました。では組み立てていきます。このような感じで置いていきます。そしたらここがスペースがあるので、こういう風に置いて、そしたらこことここの間にこういう風に入れて、こういう風に入れて、最後ですが少しスペースを使って、出来上がりました。もっとしっかりした紙の場合、カチッとした感じになるかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、どうぞよろしくお願いします。